終わってすぐアップなしでいけるじゃん、ここ嬉しい。フットサルはまあ大体3キロぐらいだから6から8、やっと分かってきたからね。やっとこう、あ、フットサルはこんな感じで、はい、何でもやっぱ慣れないと難しいね。完全にもうフットサルはちょっとリズムっぽいじゃん、ね、だから昨日送ってきてくれた動画とかですね、決まってる動きがあってそれを覚えないといけないんですよ。別にないね、パターン作るの面白いと思うよ、ね、やっていけない、パターンあんまない。だから5年ぐらい一緒にやってる人たちは今のフロンターレとか、あ、そういうのはちょっとしたパターンみたいなのあるよ。やばい、この強度でいくのはちょっときついな。最初もピコみたいな感じ。そう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 、一番前ですから。ないの？お、シタルさん。監督。おはようございます。よろしくです。シタルです。どっちかがやっぱサッカーの方がやっぱ距離数が長いから、いや、行かないようにしてる、行かないようにしてるけど、ボール持ってと浮かってくるから、はい、早めに出さないといけないけど、出しに止めができなくなるじゃん。できるだけ溜め作ってあげてボール出してたまんないように。リズムと空間とコミュニケーションが、そうなったね、フットサル教えられるなと思ったけど、すっごい新鮮で楽しい。体きつくないですか、肉弾で。めっちゃきつい。
さないといけないケアとかってもう毎日言ってるんですか言ってる言わないともう死んじゃうです食事とかも分からなくて食事はね食べるもん決まってるじゃん、はい、だからそれをちょっと27年目なんですよね大体分かるじゃん食うもんひじきと味噌汁とか、はい、魚なんか肉とか最大にちょっと大事だよまあ気をつけた方がいいよ、はい、年齢が上がれば去年それで5キロぐらい来てました、ね、3キロぐらい家の前に水ダークカルビがあそういうのでも定食屋さんなんですけど家族みたいなのめっちゃいいじゃん行きたい韓国料理大好きめっちゃ美味しいです辛いの嫌いじゃないですかいやでも、はい、韓国料理はケジャンとかもめちゃくちゃ美味しいケジャンだったんだね大好きなく取ったことあります？取るよ今。ここだけがちょっとおかしい。ここからでも変わってないです。1、2キロしか変わってない。1、2キロがやっぱ。まあでも感じますよね。すぐ感じちゃう。感じますね。お願いします。あもちろん成長したいんで。いやいや思ったこと何でも言ってください。ズバッとお願いします。ハーフ？ハーフなんです。いやドイツ行った方がいいと思う。俺なんかよりもねむちゃくちゃ最先端だからドイツ今めちゃくちゃ最先端お、出演ドイツさん、ツーショット撮ってもらっていいですかはい、はい、あの、僕らからしたらアイドルですかアイドル乃木坂乃木坂乃木坂